新潟県刈羽郡の一刈羽郡は新潟県の郡、ここでは前進にあたる三島郡についても記述する。人口4327人、面積26.27桂平方メートル、人口密度165人、桂平方メートル、以下の一村を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は上記一村のほか、以下の区域にあたる。 狩岩軍の地域はかつては、腰中国腰軍に属していた。大宝2年に越後国に割上され、平安時代に三島軍として腰軍から分離した。その後、中世に腰軍からさらに三島軍が分離した頃から、三島軍は狩岩軍、または外和軍と称するようになった。江戸時代初期に、幕府は東軍の故障を急に服すると称して、ぬったり軍としたことがあった。 しかし、沼水軍は本来、越後国北部の阿賀野川へ北を指した軍名であり、この解消は誤りであった。越差地図教科書から1896年、明治29年1月出版。人口111,055人、個数2百3 4 9との記述あり。ありがとうございます。